何か買うの？あ、私も回復ポーション補充しておこう。人も増えたことだし、いざって時にポーション切れなんてありえないからね。返信が来たぜ、キリト。俺の知り合いを当たった限りでは、今76層以上にいる中で結婚してるやつは見つからねえみてえだ。女性プレイヤーの少ないこのゲームで結婚してるプレイヤーっていうだけで、そもそも希少価値だもんね。その上、今76層に上がってきてるやつなんて、間違えてきちまったやつ以外全員ガチの攻略組だろ。できちゃったけどね。私た
外にも結構いると思いますけど。ゲーム外から来ちゃいましたっていうのはさすがにレアケースだけどね。頻繁に会ったらたまったものじゃないわよ。全くその通りです。ま、自分から望んで最上階に来るようなガチの攻略組には恋愛にうつつを抜かしてる暇なんざねえってことだ、キリノジよ。よくわからないけど、どちらかが間違って離婚申請のボタンを押した可能性はないの？可能性はあるけど、実際は相手が承認ボタンを押さないと離婚が成立しないわけだから。相手がどんなに嫌でも離婚できないってことですか？一方的に離婚する方法もあるにはあるけど、その場合離婚を申請した方のアイテムが 100% 相手の取り分になるの。アイテム分配率が 100% 対 0% の場合以外の離婚には必ず合意が必要ってことね。私のストレージもキリト君のストレージも空になったわけじゃないし。ちょっと考えづらいかな。てかよ、もう一度結婚し直せばいいんじゃねえか？
が他の男性プレイヤーに結婚を申し込んでみれば？他の男性プレイヤー？お待ちしてます。私もそう思うわ。いやいやいや、受諾なんかしねえよ。一生の記念にするだけだぜ。剣士か、いい夫婦になりそう。ちゃんと断るんだよ。絶対ちゃんと断ってよね。はいはい。
来た。ねえお兄ちゃん、これイエスを押したらお兄ちゃんと結婚できちゃうの？システムエラーってことで確定ね。別にいいけど。システムメッセージが出たわ。操作に慣れてないのよね。あ、冗談よ。ちゃんと断ったわ。やっぱりシステムエラーってことで確定ね。うん、分かってる。気にしても仕方ないもんね。仕方ないもんね。
兄ちゃん、もしかして何か知っているの？以前参照したデータから関係ありそうな情報を拾い上げただけなので、完全な情報ではないのですが。心当たりはいくつかあります。パパとママが困っているときは私も力になりたいですから。今二人が結婚したという値はシステムの不具合が起きたときに壊れてしまったのだと考えられます。なのでパパとママは祝福の儀式というクエストを受けてみてください。祝福の儀式？はい、異性の二人が行うクエストで、最後まで進行させることができれば、二人の絆を表す値が書き換えられるんです。状態も元の結婚状態に戻る可能性が高いと思われます。そうじゃなくて、値一つで結婚状態になったりならなかったりっていうのが。ですよ、パパとママが結婚状態じゃなくても二人がラブラブなのは変わりません。そうだよね、ゆいちゃん、ありがとう。やっぱり今の状態は元に戻したいし、それにゆいちゃんが探してくれたクエストだもん。面白そう。ねえねえ、その儀式って別に結婚状態を回復するため専用ってわけじゃないのよね。結婚してなきゃ受けられないクエストとか、そういうものじゃないんでしょ？そうですね。クエストを受けるのに、特に制限はなかったと思いますよ。さあ、私ともやってみようよ、キリコ。ずるいですよ、リズさん。私も一緒に行きますから。ちょっと、ユイちゃんが私のために探してきてくれたクエストなんだからね。私にもよくわからないんです。
までの解消のデータとは一致しないので、76層より上で起こるイベントだとは思います。曖昧な情報で申し訳ないです。ううん、そんなことない。そういう儀式があるって情報だけでも嬉しいよ。あ、一つだけ、77層以上でもらえる杖になる特殊な指輪がクエストのトリガーになるみたいです。私も応援しています。パパ、ママ。